デジタル賽銭はみずほ銀行が提供するスマホアプリ J コインペイを利用したもので、賽銭箱の上に置かれた QR コードをスマートフォンで読み込み、金額を指定すると賽銭が納められる仕組みです。あらゆる分野でキャッシュレス化が進む中、紙幣や硬貨をあまり携帯しない若者にも気軽に参拝してほしいと導入を決めました。名古屋の万松寺などでも導入されていますが、三河地方の寺院では初めてです。今回はお賽銭だけですけれども、お守りを買ったり、またご祈祷の支払い、そういったことでも少しずつ広げていけたらいいなと。豊川稲荷のデジタル賽銭は今月26日から運用が始まります。